行列の掛け算は一見とてても奇妙な形をしています。要素ごとに掛け算をするのが自然に思えますが正しくは数字を複雑に掛け合わせます一体こんな演算の何が嬉しいのか理由を探ってみましょう実は行列は線形変換を表すためのものです線形変換とはベクトルの変換規則の一種であり曲がったりしていない。 原点をを中心としたまっすすすぐな変換を表すものですベクトルは1次元の直線上にあるもの、2次元の平面上にあるもの、3次元の空間内にあるものなど、いろいろ考えられますが、まずベクトルは2次元の平面上のものとして説明します。今、ベクトルの変換を F という記号で表し、V の変換後のベクトルを FV と表すことにしましょう。F が次の条件を満たすとき、F は線形変換と呼ばれます。第一に。 線形変換はスカラー倍の関係を保存します第二に線形変換はベクトルの足し算を保存します数式で表すと線形変換であることの条件はこのようになります線形変換であるような変換の例としては回転変換遮影変換拡大縮小 一般に次のののような形形のものも線形変換です。平面上のベクトルの線形変換は具体的な式を書かなくても実はたった2つの情報を与えるだけで決定してしまいますその情報とは標準ベクトルの行き先です。仮に標準ベクトルが AB と CD に変換されるとしましょうこの2つの情報だけで任意のベクトル xy の変換が計算できることを見てみます。まず、 ベクトル XY を標準ベクトルのスカラーバイと和で記述します。F が線形変換であるという条件により、和を外に出すことができ、さらにスカラー倍も外に出すことができます。これによって最終的にベクトル XY の変換がこのように計算されます。線形変換は2つの標準ベクトルの行き先さえ書いておけば、それで決まってしまうので、線形変換 F を次のように表記しても問題はないはずです。 2つの標準ベクトルの行き先情報が括弧の中に書かれていますがこの表記全体が1つの線形変換を表していると考えますしたがってここにベクトルを代入することが可能です例えば e1 を代入すればこの表記の定義からこうなりますベクトル11を代入すればこうなりますさらに一般にベクトル xy を代入すればこのようになりますこの線形変換を表すために 情報としてはこの矢印の部分はなくても十分なので、今の計算はこのようにも表記できます。括弧が重複してしまうので、さらに省略して表記すると、ここまで来ると見覚えがあるはず、これは行列とベクトルの掛け算の式です。つまり行列とベクトルの掛け算は、線形変換にベクトルを代入したものと解釈できるのです。行列とベクトルの積の意味はわかりましたが、問題は行列同士の積です。 実は行列の掛け算は線形変換の合成を表しています。変換、F、G の合成とは、F で変換した後に再度 G で変換するということを表しています。具体的に2つの線形変換の合成を考えましょう。この四角い括弧で囲われているものは線形変換を表していますから、合成が可能です。この合成によって標準ベクトルがどこに行くのかを考えます。まず、e、E1 を最初の変換に代入するとベクトル P9 に移します。 そそもそもこの四角い括弧の表記は標準ベクトルの行き先を並べたものだったからです。そしてこれは先ほどの行列とベクトルの掛け算のように計算でき最終的にこうなります。e にも同様に計算するとこうなります。線形変換は行き先のベクトルを並べて表記できるので合成後の線形変換は今の計算結果を並べることでこのように書けます。これはまさしく行列の積と同じものです。つまり行列同士の積は。 線形変換の合成を表していたののです線形変換の概念は次元の違うベクトルの変換にも適用できます。例えば2次元平面のベクトルから3次元空間へのベクトルへ移す線形変換は平面の標準ベクトルの行き先を指定すれば定まります。そのような線形変換を先ほどと同じようにベクトルを並べて表記するとこうなります。これに2次元のベクトルを代入した式も行列の掛け算と一致します。 また、3次元のベクトルから二次元のベクトルへ移す線形変換を考えるときは、空間の3つの標準ベクトルの行き先を指定すれば定まります。この線形変換も、行き先のベクトルを並べてこのように表します。これに3次元のベクトルを代入した式は、やはり行列の掛け算と一致します。さらに二次元ベクトルから3次元ベクトルへ変換し、それをさらに二次元ベクトルへ移す、といったような合成も考えられます。 その合成はこのような形で書けます。この合成による二次元の標準ベクトルの行き先はそれぞれこのようになります。よって合成後の線形変換はこれらのベクトルを並べた形で書けます。これもやはり行列の掛け算と一致しています。一般に m ける n 行列は N 次元空間から M 次元空間への線形変換を表しています。行列の概念はこうしてみると、 線形変換を必要最低限の情報で表記したものであると解釈できることが分かりました。このような意味を知っていると行列の掛け算の方法をわざわざ暗記する必要はなくなりますし線形の理論に行列が重要である理由も理解できるようになります。ご視聴ありがとうございました。